こんにちは、交通地理アドバイザーのちゃんぽんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回は東京都道318号についてお話ししていきたいと思います。なぜそんな中途半端な都道府県道にクローズアップするのか疑問に感じるかもしれませんが、この東京都道318号、通称で言うとほとんどの人がピンとくると思います。それは環状7号線環7です。この環7は東京大田区の東海を起点に目黒区、世田谷区、杉並区、中野区、練馬区、板橋区、北区、足立区、葛飾区を経由して江戸川区、臨海町の湾岸道路に至る長さ 57km で4から6車線の環状主要道路です。環7の外側には環八が通っていますが、23区内を環状に回る一般道としては環7が最も外側に位置します。放射方向の道路で都心に向かって他の放射方向の道路に入る交通を環7通りで広域的に分散して都心部の交通量を下げる機能を持つ環状道路のため、走行性が非常に重視され、ほとんどの幹線道路や鉄道と立体交差をしています。そういった非常に交通量の多い道路なんです。まあ立体交差のため交通量が少ない夜間帯や早朝ではスムーズに交通が流れていて非常に走りやすいですけどね。まあ限られた時間に限るんですけども、この環7、もともとは東京都市計画道路幹線街路環状7号線として整備されたことから環7通り、あるいは通りも言わずにただ単に環7というふうに呼ばれることが多いようです。この環7に非常に興味深い日本初の施設が存在するんです。何だと思いますか？その施設とは松原橋立体。何のこっちゃと思われるかもしれませんが、これこそ日本で最も古いインターチェンジ型立体交差なんです。すごい。そもそもインターチェンジとは何ぞやと申しますと、立体交差する道路相互間または近接する道路相互間を連絡路によって立体的に接続する施設のことです。一般的に本線車線と変速車線および連絡路からなり、有料道路の場合には必要に応じて料金所が併設されますというのが国土交通省のホームページに載っていました。まあ簡単に言うと、道路と道路を信号なしでスムーズに立体的に結んでしまおうと、そういう感じのものです。そして今回は環7通りと天下の国道1号線、ここでは第二京浜道路が立体交差したところに連絡路を設け、立体的に繋いであげたのが松原橋立体なんです。この写真は都営地下鉄馬込駅の周辺の写真です。大地の上を進んできた第二京浜が上、低地をたどってきた環7が下、その数メートルの高低差に2箇所の接続路が円形に設けられた松原橋の姿は今なお変わることがありません。現在では高速道路などで当たり前となっているインターチェンジ式の立体交差、松原橋立体が使われ始めたのは1940年昭和15年のことです。なんと昭和20年の終戦よりも5年も昔からあるんですね。こうして誕生した松原橋とそれを取り巻く交通網は、戦後の復興や高度経済成長を経てさらに大きく発展していきます。1964年昭和39年に開催された東京オリンピックを前に、日本の玄関口羽田空港と駒沢競技場、そして戸田漕艇所等をつなぐ道路として、大田区から北区までの区間で環7通りが大改修されて、その時にほとんど現在と変わらない姿になりました。同じ頃には東海道新幹線も開通します。その結果、国鉄の品格線の上にさらに高架線路ができ、第二京浜国道との立体交差地点には大きな鉄橋も作られ、周辺のランドマークになりました。1968年昭和43年には第二京浜国道の直下に地下鉄都営浅草線が敷かれ、松原橋の直下には馬込駅が完成したなど、
この頃一気に立体交差が本当に増えてきました。環七の上に第二京浜、そしてその地下には都営浅草線、さらに奥には JR 横須賀線、そしてその上には東海道新幹線が走るという非常に大きな交通の要所となりました。そんな交通の要所も当時としては異例のインターチェンジ式の立体交差があったからこその発展だったのかもしれません。お近くを訪れた際は一度ね、歴史を感じるために松原橋立体見物しに行かれてはいかがでしょうか。今回のお話は以上です。今回もご視聴ありがとうございました。